新国立劇場ホームページをご覧の皆様、こんにちは。バクダッド動物園のベンガルタイガー、タイガーを演じます杉本哲太です。この虎の役っていう、虎なの、人間じゃないのという本当に素朴な疑問から入ってきましたけど、まあもちろんそれで本を読むとね、あと言ってもまあ虎がまあ亡霊となって出てくるわけですけど、それはまあ人間の代弁であったりするわけで、あとはもう一つ、そのロビン・ウィリアムさんがブロードウェイでやられたっていうのが聞いて、まあだから本当になんでこれが俺みたいな、ね、俺でいいんですかみたいな、いうのはもう本当率直なところ ありましたね。そのやっぱり虎が喋り出すって面白さは本当にあって、でもこれって結構でもその虎タイガーが死後の世界に行ってから突然いろいろなことが分かり始めて、知識も得て喋り出すんですね。でもこれってなんか虎が喋ってるから面白いんであって、これなんか普通に生身の人間というか、人間がね、まあ生きててもまあ亡霊でもいいんだけど、とにかく人間がその内容を喋ってたらちょっとなんか説教がましいんじゃないかなというようなところが多々あって、でもこれをタイガーというその虎が言ってるから面白いっていうところがすごいあって、それをこれからね、どううまく伝えられるかというか作っていくかっていうのがちょっと課題だと思うんですが、はい。で、まあ一つ戦争というものを題材にはしてるわけでして、やっぱりその人間の何でしょうね、やっぱり戦争によってもたらされるそのいろいろな地球全体の影響っていうのは、もう人間社会だけではなく、自然界にもその動物界にもいろんなところに影響を及ぼすわけですよね。でもその中でそういうやっぱり人間がしているその行為、愚かな行為というものをそのちょっとこう客観的に面白おかしく見つめて、その人間のエゴみたいなものとか人間のその愚かさみたいなことを描いている作品だと思うんで、なんかその辺のところもきちっと中鶴さんと描けていけたらいいなと思うんですけど、8年ぶりですね。ですからそういった意味でもすごく新鮮、新たな気持ちでというか、まあ、緊張しますし、で中鶴さんも初めてですし、演出ので共演という風間さんも皆さん初めてなんで、すごくまあ新鮮な気持ちでね、この舞台に取り組んで何か面白いものというか、その皆さんと作れたらいいかなとは思ってますね、はい。もう本当に初めて一緒に仕事する方、一緒に仕事する方たちと新鮮な気持ちで何か芝居をね、作品を作れたらという思いでいるので、ぜひ見に来ていただきたいなと思っております、はい。バクダッド動物園のベンガルタイガー、12月8日から27日まで新国立劇場小劇場にて上演いたします。どうぞおいでください。